お疲れ様です。マフィーです。今回はバレンタインガチャ回していきたいと思います。バレンタインついに来ましたね。今年入ってもう1ヶ月経ったのかと、時の流れの速さに翻弄されるだけでなく、バレンタイン来ちまったかって感じですね。まあバレンタインっていうね、そのイベントそのものは私全く興味がないというか縁がないんでね、いつも通りの日常かなと思います。ということで今回はね、そうオセロニアのバレンタインということで、オセロニアキャラクターにチョコをもらおうかなと、癒されようかなと思います。そして今回このガチャを回す前に、いつも通り、そう変わらない日常ですね。バレンタインと普通の平日変わんないよっていう、そんな僕なんですけど、今回のガチャ動画もね、変わらず新ゴマの性能解説していこうかなと思います。で、上からアウロラクレハ、この絵ラダノアミミクライ、そしてベルダとあるので、全体的にもうパパッとやっていこうかなと思います。で、まずアウロラですね。このアウロラに関しては季節限定になるの初めてかな。このアウロラって実装されてから3年以上経ってるんですけど、ついに季節限定ということでおめでとうございます。でスキルがシールドで、コンボスキルが特殊ダメージで、その内容というのがね、両方ね、置いた時コンボした時にダメージを受けますと、最大 HP8% ダメージを受けて、表になっている2ターンの間受けた通常攻撃と特殊ダメージを 40% にするスキルで、コンボスキルが最大 HP10% ダメージを受けて、受けたダメージの 135% 分の特殊ダメージを与えてくれます。一応リンクついてて、神タンであれば発動できるというもので、まあ、これはね、代償デッキで使ってくださいっていうことですよ。代償デッキでこのアウロラを使ってくださいというものなんですが、ただ代償デッキって言えばね、もう一番ベターな方っていうのが、もう殴り駒ばっかり入れたみたいなそういうね、まあ、例えばネイトとかモールジアナとか、あと最近出たクリスとか、まあ、スーリアとかクラフィールとかね、その辺を入れたね、殴り特化のデッキが主流ということなので、このアウロラの枠っていうのはないんですよ。ただ、代償っていうのはね、もう一つ型があるんですね。そう、代償耐久的なサムシングですね。このバレンタインアウロラはね、あのバレンタインガチャ、同じバレンタインガチャで出る2年前に実装されたバレンタインサルースとか、あとはシラザードとか、そういうね、代償しながらも回復してくれるような、そういうちょっと耐久寄りの代償デッキに入れるのがいいのかなと思います。シールドでカットで、そう、代償デッキなのにちょっと耐久チックにね、組むことによって相手を惑わせて、コンボスキルもダメージ出していけるっていうような、そういう性能なので、代償耐久的なデッキにね、入るかなと。バレンタインサルースもこのバレンタインガチャで、まあ、その名の通りバレンタインのねキャラクターなので、一緒に当たるとそのまま代償耐久そのまま組めるかなと思いますので、ぜひぜひ組んでみてくださいということで、評価は10点中 7.5 点。ちょっとね、渋めですね。まあつってもその代償耐久的な耐久寄りにねするよりかはもう殴り特化の方がいいのかなと個人的には思ってるので、次バレンタインクレハ、こいつはね、スキルが自分のデッキのコマが全て魔属性の時かつ HP 半分以下の時に発動できて、通常攻撃ダメージの 140% の特殊ダメージ、でコマスキルが、まあ、自分のデッキのコマが全て魔属性、まあ、これスキルもコマスキルも両方またんでれば発動で4000ライフバということで、スキルがね、これ半分以下の時に発動できて通常攻撃に依存する特殊ダメージということで、エンデガのような性能なんですよね。でこれマナグリで使ってくださいっていう性能なんですけど、まずアタックが1362 でそこからね、エントマリーリーダーからこのクレハを出した場合ね、火力が4576かな、なんでエンデガより1上、1.4 倍リーダーから放ったエンデガよりも1上ということで、でコンボもねライフバなんですよ。なんで S ゴマ版マナグリ S ゴマ版エンデガですね。これはマナグリ S ゴマ版エンデガで、実際評価はどうなのかというと、まあ、結構火力出してくれるんですよね。実際にね、このクレハはね、まあ結構強いとは思う。やっぱこうマタンになった時に、マナグリになった時にエンデガっていう存在はないんですよね。あいつ神駒ですしさ、でしかもこのクレハ的にね、こうスキルの発動条件とか考えた時に全てマタンということなので、結構ね火力は出してくれるから実際強いんですよ。守護者とか、そうマナグリってね、コンボバフの駒が多いんですね。守護者しかり、ブランジェッタしかり、コンボ特殊よりかはコンボバフが多いので、そういう意味ではなかなかマッチはしてるのかなと。でコンボライフ、このクレハのコンボ自体もね、4000のライフバということでなかなか高水準なのでね、実際には強いんですけど、ただ枠があるかどうかで結構悩みどころで、マタンっていうか、そのマナグリデッキってね、最近はエントマリーリーダーが主流となっていて、でマフェリア入ったりメリオダス入ったり、ちょっと妨害系もね、なんだかんだ入る。そこにベルゼブフっていうのがテンプレなんですよ。なんでこのクレハが入るかどうかは結構駒箱のね、いろんな人のそういう駒箱の状況次第にもよるんですけど、まあ、ちょっと厳しいところはあるけど、でもね、全然弱くはないです。なので評価は10点中 8.5 点、全然強いと思います。まあそいつをね、なんかそのエンデガと同じぐらいの火力っていうか、そもそもエンデガ自体が英語マだから、ちょっと比較するのもどうかと思いますけど、まあでもマナグリだったらそういうことになるかなと思うんでね。はい、で次バレンタイン、この絵
で、このコノエはね、スキルが黒輪ですね、リークリーダーでオーラで発動と。これはね、3体目の黒輪かな、アーク1からのアリーナルからのこのコノエが実装されました。自分のデッキのコマが全て竜属性の時に発動でき、このコマがリーダーで手駒にある間、アタック1倍から 1.1 倍の間で上昇し、受けた毒、呪い、吸収を50から 30% にしてくれて、で、手駒にかかっている呪いの状態のコマが多いほどその効果が大きくなると。で、さらに毎ターン自分の手駒をランダムで2つ呪い状態にし、コンボスキルが呪い移し、自分のデッキのコマがすべて竜属性の時に発動できて、手駒が1枚以上呪い状態の時にかかって、発動できます。手駒にかかっている呪いをランダムで2つ相手に移します、ということで、これはね、まずステータス見ましょうか。 HP 高いと、HP 高いのはまあ悪くないかな。ただ暗黒だと HP が高いとその分呪いのダメージも増えてしまうので、ちょっと歯がゆいところではあるんですけどね。でアタックが低いですね。これプラスでも1050ということなので、まあ、A ゴマとかね、暗黒の A ゴマとかよりかは上なんですけど、大抵の S ゴマよりはもうこれ下になってるかなと、プラス振っちゃったマリーツヤとかとあんま変わんないぐらいのね、 S 捕食よりも、下になってる可能性があるということで、基本的にね、アルイナルの方がね、従来の暗黒デッキで使うのは絶対にいいです。アルイナルの方がいいです。で、まあやっぱこう 1.2 倍かけてくれて、まあ竜輪の部分だけで見るとこの辺の方が強いんですけど、ただね、この絵にはこの絵で強みがあるんですよ。で、どういう強みがあるかというと、まずアルイナルと違って自分の手駒はランダムで2つ呪い状態にする、呪われてない駒を呪うのではなくランダムで2つということで被る可能性があるって考えたら、それはもうアルイナルでいいじゃんってなるんですけど、被らなくて強みを出せるといえば、そうです、呪い移し。こいつね、コンボスキル呪い移し持ってるというところからね、察するにもう呪い移し専用機ですよ。バフのかけ方、そのアタック1倍から 1.1 倍なんで、多分1枚につきこの 1.025 倍とか、そんぐらいになると思うんですけど、その後捕食の量も減って、で、ニンブスとかさ、そういう火力系とも相性が悪く思うんですけど、ただ竜輪の部分はね、30% にしてくれてかなり強くて、そして、呪われてない駒を呪うんじゃなくて、ランダム2呪いということでね、そう、手駒に1枚にかかっている呪いの数が2とか3とかになってくるわけなんですよ。つまり呪い移しで、例えば自分の手駒にかかっている呪いを相手に移すわけ。で、その移し方によってもね、例えば自分のデッキのその手駒のね、呪いが一番かかっている駒の呪いを全て移す、例えば3呪いのやつがいたら3呪い全部移すみたいなね、そういう戦法もね、この絵リーダーだったら取りやすいんですよ。なんで呪い移し専用機ですね。呪い移し専用機みたいなところで、結構ね、オリジナリティ溢れて個人的には欲しいかなと思ってます。ちょっと使ってみたいですね。ということで評価は10点中9点です。実際呪い移しが強い弱いかはさておき、結構ね、こういうなんだろうな、呪い移しリーダーに適正の駒というか、というところで、かなりね、希少性があって個人的には好きですね。はい、次ラランノアで、ラランノアなんですけど、ちょっとこれ読み込み長くない？あー、来た、スキルが回復効果アップ、表になっている間自分の HP の回復効果が 20% 上昇ので、コンボスキルが神駒が2枚以上の時に発動できて、ひっくり返した後の盤面の自分のコマ数かける160回復と、まあ普通に悪くはないんですけど、ただ表になっている間っていうスキルはいわば変置きスキルじゃないですか。で、シーラーザードリーダーとかだと変置きってやっぱシーラーザード最初に置いて、でその他の変置きもまあなくはないんですけど、結構ね、自分は回復待機あまり使わないんであれなんですけど、これ評価はどうなのかなっていうところですね。まあ、でもコンボはね、結構強いと思いますね。回復してくれて、そこの回復量も高いですね。コマ数かける160ということなので結構な回復力を持ってるかなと。まあ、とりあえず言えることは、回復耐久デッキに入ります。回復耐久デッキに入って、で枠的にどうなのかなっていうところですね。この回復効果 20% アップもいいんですけど、正直それってキリンでもなんとかなるかなと思ってるので、わざわざこいつを出す理由あるのかなと。終盤に引いてしまうとこいつかなり腐るんですよね、コンボスキル以外の部分で見ると。なんで個人的には評価はちょっと低めかな、10点中7点。まあでも正直、回復耐久使いの人からするともしかしたら強いのかもしれないし、ちょっと何とも言えないかな。序盤に引いたら強いと思いますね。シーラーザードの回復にバフをかけてくれるということなので、序盤に引いたら結構強いかなと思います。次、ミミクライに関してはね、これもね、さっきのクレハと同じくマナグリ系のそんな仕上がりになっておりますと。スキルが1枚返しで発動できます。通常攻撃の 100% の特殊ダメージを与えます。で、コンボスキルが自分のマゴマが場面に2枚以上あればアタック 1.6 倍にしてくれるということで、これはね、 A ゴマで殴れる駒、かつこの発動条件、なんか正月おきくるみみたいな感じです。マナグリ界の正月おきくるみ。一応コンボスキルの発動条件的にも正月おきくるみとはまたちょっと違ってるんですけど、ただ似てますよね。
結局盤面に要求されるということなので、ほとんどね正月おきくるみみたいなもんなんですけど、ただ正月おきくるみに比べてね火力っていうのはそこまで出るわけではないんですよ。やっぱマナグリというそういうところもあってね、神殴りの方が火力上なんでね。ミミクライはね、アイエントマリーリーダーからプラスマックスの場合で放った場合は、2930ぐらいですね、そんなに火力出ない。でもコンボスキルは 1.6 倍かけてくれて、でかつね HP もそこそこ高い、マナグリに入るコマとしてはそこそこ高くて悪くないのかなと。でアタックがねこれ、低めに設定されてるんですよ。でこれがいいと見るか悪いと見るかは結構人によって評価は分かれるところではあると思うんですけど、ちなみにこいつね、アタック1047ということなので、カートウッドよりも下にできますね。なんでルキアされた時にミーミクライっていう戦法を取りたい場合はカートウッドにプラス振るなりするといいと思います。まあ、普通の状態でね、ミーミクライにプラス打てない状態でもカートウッドプラスなしの状態の下になっているので、ミーミクライにプラス振る場合はカートウッドにもプラス振るっていうのもね悪くないのかなと。ルキアされてミーミクライでとどめっていうそういう、ムーブができる。つまりこいつの強みっていうのは捨てがちょっと良くって、でまあ発動条件もそんなに悪くないというか使いやすくてって感じで、なんかまあ器用貧乏みたいなところはあるんですけど、ただマナグリにね入れてもねそこそこ強いとは思いますね。結構そのすぐ使えるスキルですし、やっぱりこうねコンボスキルもバフかけてくれるというものなので悪くないと思います。ということで評価は10点中 8.5 点です。最後ベルダ、てかこれこいつ、あ評価したっけ、10点中7点か、あ言ったよな。最後ベルダですね、溶ける前にベルダ、こいつはねコンバートですね、コンバートということで混合デッキであれば発動できます。1枚ちょうど返しで発動できて、与える通常攻撃ダメージを 160% の変換率で回ダメージに変換します。でコンボスキルがコンバートスキルの変換率 60% アップしますということで、発動条件が、まあ、リンクついてて、でスキルが1枚ちょうど返しで発動できるというものですね。でこれ火力に関してなんですけど、パチュリか、パチュリリーダーからこれベルダーを放った場合2500半ばぐらいの火力なので、そんなに火力はめちゃくちゃ出てるわけではないんですよね。ただ火炎に変換っていうところが結構強くてね、やっぱこう火炎ダメージってさこうメタがないので、結構ねその火炎っていうところだけで見ると強いと思います。ただそんなに正直強くないのかな。まあでも捨てはいいですね。 HP は竜の割にはちょっと高めなんでそんなに悪くはないんですけど、あとコンボはねコンバートの、変換率を上げるというものでコンバート専用バフみたいなそういう性能となっているんですけど、まあ、パチュリリーダーであんまりこう英語マが潤ってないよっていう人はベルダ入れてもいいのかなと。ただ個人的には入らないかな、やっぱガイナットでいいかなと思うので、うん、それでいいかな。まあ、パチュリリーダーってね結構英語マの竜の駒ってそんなになんか乱体とか、あとそのガイナット、それから S にちょっと入れるぐらいなんで、まあ、その竜のその発動条件的にね混合じゃないといけないということで、竜駒4枚揃えたいよっていう時にかゆいところに手が届くぐらいの立ち位置かなと思います。なので評価は10点中7点です。ちょっとね、まあ、自分の評価っていうのは結構本当に個人的な、まあ、なんていうの主観が入ってるので何とも言えないところではあるんですけど、まあ参考程度にしていただければと思います。ということで回していきましょう。まずは単発ドリーム、単発なんてねこんなもんもうスキップかましてね、ほいと、あーこいつ名前忘れた、なんだっけ、ロビンフッド、全然違うよねそのロビンフッドって名前のくせに持ってねえじゃねえか弓矢みたいな、そんな感じなんですけど、アントニオでした。はい、アントニオか、元気ですか、元気ですか、元気ですか、ガチャ元気ですか。このままねブルっていこうね。狙いはコノエ、コノエが欲しい、なんか自然の出来な、あとクレハもちょっと欲しいかな。ブルった、コノエ、コノエ頼む、頼む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 、おお2枚来た、見よう見よう、これ来たんじゃね、来たんじゃね、この来たんじゃね、この来たんじゃね、あバレンタインファウルーナ、あ俺こっち持ってなかったんだ、こっち持ってなかった、あこれちなみに結構強いですよバレンタインファウルーナね、結構当たりだと思います。アウロラッシュありがとうございます。オッケーオッケー、早速バレンタイン演奏巻きましたね、あれアウロラッシュありがとう。おしかもララノーマ出てる、これかなりいい日なんじゃないか、ララノーマーからのアールマティ、なんかすごい、こいつってバレンタインとかそういうのじゃないよねなるほどなるほど、まあ良きでしょう。ではでは次ピックアップ確定、40連、40連じゃねえわ、11連、40個で回せる11連、せーい、でも11連するとねピックアップは何かしら出てくれるのかなっていうところではあるんですけど、バシュー、あバシューブルッタ、オッケーオッケーオッケー、あらめこの絵ちょうだい、ちょっと呪い写しやってみたいんだよね、強い弱いかはさておき、すごいね私の好奇心が今ねくすぐられている、頼むぜ、ゲイ、やい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 や、かわいい、ありがとう、いやしかもこれララのハットトリック、まあいいでしょかわいい、もうこれなんか撤退してもいい気がしてきたな、どうしよっかな。でもあと22連したらね、あのバレンタインエースが確定11連いけて、その
まだクレハが出てないんでね。よしよしよし。やらしていきましょう。OK。動画のネタ増えまくリングですね、これ。やったぜ。せーい。あ、せーい。耳くらい当てたら、撤退してもいいんだけど。あ、ブルッと、え、まあ、やばくね、やばくね、やばくね、エズの排出、やばくね、やばくね、ちょっとこれマジやばみー、やばみ、やばみ、やばみ、英語まで過ぎ、エソまで過ぎ、やだだだだ、やだやだやだだ、耳くれ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 、ガガガガガ。そしてこの中に、次から奇跡を、あなたは奇跡を目にする。もう44連する前に、コンプリートの流れ、あ、そうか、ベルトまだ出なかった、オッケーオッケーオッケー。さあ、英語まコンプリしたから、ここで、クレハ、あ、バレンタインスパルム。俺持ってなかった。ありがとう。いや、これめっちゃ嬉しい。バレンタインスパルム持ってなかった。これはマジで嬉しい。ザドキエル。普通。普通ですね。いや、でもまあいいでしょう。オッケー。バレンタインスパルム持ってなかったわ。これは普通に嬉しいわ。やった。こいつ結構強いんでね。ありがてー。こいつね、両面吸収なんですよ。投下したら確か。いや、ありがたい、ありがたい。これは普通にありがたい。では、お家具を S 確定。ここで、クレハを当てて、まあ、気持ちよく帰れましょう。で、なんならまあ、最悪ね、コノエとかさ、アウロラとかに2体目を確保しておいてもいい。どうせ来年とか解放するんでしょ、あなたたち、みたいなね。そんな面持ちでございます。さあ、頼むぞ。あ、これ確定枠だけかな、確定枠だけだな。じゃあ、ここ。頼む。はい、コノエか。いいでしょ。うん、よき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 。これ44年目のさ、これってさ、これ1回戻るけど、新バレンタイン作は1体確定か。だから今 33%、3分の1の可能性でね、当たってたってことですね、クレハが。クレハ出なかったが、まあいいでしょう。アウロラとコノエが当たりました。オッケー、オッケー、オッケー。で、コノエ2体当たったんで1体残しておこうか。そう、来年に10日解放される、1年10日解放制度があるかもしれないので。よし、アウロラの動画とこの、あれ、アウロラどこ行った？あ、いたわ。オッケー、アウロラとコノエ、これとりあえずロッキングしといて。いや、結構いい引きですね、これは。しかもね、スパルム当たったの、これかなり嬉しいんですよね。ずっと持ってなくてね、本家スパルムとひな祭りスパルムしか持ってなかったんで、これは嬉しいですね。いい引きをかましました。ということで、はい、今日はこの辺で終わります。この動画ね、参考になって面白かったという方は高評価とチャンネル登録をください。そして皆さん、このバレンタインガチャ回しましたでしょうか。バレンタインガチャってね、なんかカップ戦で使えるようなコマとかも結構多いんですよ。バレンタイン受け持ちとか、バレンタインダークアサシンとか、そこそこ強いコマね、多いです。なんで、全然回してもいいのかなとは思います。ただ、今回の新コマに関しては、ガチ環境入りするような、そんなコマはあんまりいないから、ね、ワンチャンクレハがちょっと強いですね。うん、でも、まあ、入らなくてもいいのかなっていう感じ。そんなにめちゃくちゃ必要っていうわけでもないと思うので、まあ、その辺はね、皆さんのさじ加減というか、その、なんだろう。皆さんのね、思い金にかなうかどうか皆さんのご判断でね、していただければと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。